はい、皆さんこんにちは。りなです。たかです。エリキブログです。私たちは香川県にいます。香川といったら何でしょうか、社長。うどん。うどんでございます。今日はうどん巡りです。何軒いけるか分かんないけど限界に挑戦したいと思います。香川県うどん巡り始まります。スタートです。行きましょう。どこに行く？まず1軒目は麺屋。麺屋？うん、ヌードルショップ。ヌードルショップ。オッケー。うん、やってなさそうだよ。え、これだよ。11日定休日、12日臨時休業、13日臨時休業、14日定休日。お休みしてる？全部お休みしたら笑いますよ。マジで？じゃあちょっと次探しましょうか。まあリストはいっぱいありますので安心してください。着きました。かのか。うおー、並んでるね。うーわー、もうやべえ、大行列できます。レナ降りてって並んでた方がいいかもね。俺駐車場探してやってくるから。めちゃめちゃ人が並んでるよ。信じられない。これ熱中症になるよ。大行列。数えた。今9時45分。イエス。何分待ちになるのか聞きました。来ましたよ。結局今何時ですか？15分、今30分待ちました。30分待ち、あ、悪くないね。やば。小の2つ、1個温かい、1個冷たい。釜揚げの人はこのタルみたいなやつからどんなタレを。熱っ。美味しそう。うまそう。釜揚げのショーです。はい、ありがとうございます。ということで、かのかさん定番の釜揚げうどんです。すちなみに、今日はいっぱいうどん食べるので、ショーにしました。ショーでもなんか多そうだね。釜揚げ、うどん定番です。長すぎるよ、たか。あっちょ。すっごいなんかふわふわ感がある。これが美味しいよ。本当になんか食べたことないみたいなうどんの食感。ではでは。なんか長いね。でしょ？でしょ？でしょ？もう入らないよ、そんな長い。熱くないの？大丈夫？ほんとだ、ふわふわだ。でしょ？やばい。これ、マツカチあった？うん、全然ある。冷やしも注文しましたよ。じゃあ冷やしはどうかな。なんか冷やしだから食感全然違う。プリプリしてる。うん、だしの方がなんかよりだし感がある。なんていう、違うの？冷やしと熱々の釜揚げでだし違うの？味付けが違う、全然違うかな。どうかな。あったかいと冷たいのかもしれないけど。でも美味しいよ。はい、ということで1軒目、かのかさん美味しかったですね。めっちゃ美味しかったけど、たか5軒とか食べたいでしょ。そう、無理だよ。まだ次あと 2,3 軒はいける気がするけどね。5、6軒目が多分きつくなってくるかもしれない。いや点数付けしていきましょうか。今日何軒か行くので一発目ですが、今まで食べたうどんと比べてみたいな感じで10点中何点でしょうか、社長。味は。いや10点だよ。お、10点ですか。いや、あったかい方の、まあ、今夏だけどあったかい方のやつめちゃめちゃ食べたことないぐらいの美味しさ。確かにめっちゃうまかった。俺は今後に期待ということで8点で。今日はまだ1軒目ですからね、最初から10点つけてるからね。もうこれ超えれないよ。ということで次は日の出製麺所っていうところに行きたいと思います。着きました、日の出製麺所。あ、ここだね。あ、駐車場あるか。手前には駐車場あるじゃん。あれ、お盆の営業13日14日、駐車場の確保が難しいのでお休みさせていただきます。あれれ、だから食べれないじゃん。お持ち帰りはできるよ。お持ち帰りしてもな。自分で残念。
次のスポット行きましょう残念でしたね日の出製麺所本当はねここが一番楽しみにしてたんだよね。ああじゃあ残念だね。めちゃめちゃ残念だから次中村うどんさん行こうかなと思ってますがもしかして閉まってたら、はあ、いいよ1個食べれたからそんなに悪くない、うん、お、ちょうどここ止めれるじゃん。これです。中村うどんさん、あ、でもさっきほど並んでないからよかったね。じゃあ私はちょっと並びに行きます。タカが駐車しに行きます。順番回ってきましたね。うん、20分待ったよ。めっちゃ楽しいよ、見てるの、ね。醤油からいきますね。はい、え、醤油、ネギと、はい、じゃあ私はこれね。そんなにいらないじゃない、ちょっとだけ、これちょっとだけ。卵、醤油、いいじゃん、なんでそんなスープになっちゃったの。え、こんなもんじゃない。じゃあ壁際の席空いてるので開けらっしゃい。一周ぐらいなんですね。大丈夫。はい、いただきます。ここの麺見て、ありがたい。あれだよ、レモンでめっちゃさっぱり、美味しい。醤油は足りる。うん、あとはあのさっきのうどんと比べてより柔らかい。夏にぴったりよ、これ。じゃあ、釜玉うどんも麺が温かいからもっと柔らかい。でもちゃんと食感が良くて、その卵の滑らかさがあるから美味しいですよ。だしは？だしはちょっとフィッシーな感じはするよ。うん、夏にぴったしでしょ。うん、うまっ。レモンの香りがいいね。めっちゃさっぱりする。これ夏うどんって感じ。おいおいおい、おいおいおいそうだよ。うん、うん、こっちはマイルドでクリーミーな感じだね。これはこれでうまい。いや、おいしいけど、あったかいから夏は暑いね、汗出てくるね。でもなんか食べれば食べるほどもっと食べたくなるよ。何度もお腹入ってきた。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。次のお店行きましょう。2つ目のお店から出発して。美味しかったですか。美味しかったです。特にあの冷たいやつが美味しかった。また並んでる、違うところで。本当だ、至る所でうどん屋さん並んでるね。それが有名でしょ。では中村うどんさん何点でしょうか。味が8点かな。あの冷たいのがめっちゃ美味しかったけど、うん、あったかいのがそこまで。じゃあタカは7点。うそ、さっきのところ俺8点にしてるから。ああ、そっか。かのかさんが8点。そこと比べると俺はかのかさんの方が美味しいなと思ったから。次はこんなんとか打ちうどん岡なんとか本格手打ちうどん岡せん。やば。いや、これは待つ。今裏の駐車場まで来たんだけど、駐車場もいっぱいで、なんかね、役場の臨時駐車場に止めて歩いてきてくださいって言われた。だから多分ね、1時間待ちとかだと思うよ、さっきの並び具合見ると。なんかあっちにもう一個のちょっと並んでたお店があったよ。そこに行く。では続いて石川うどんっていうところに向かいたいと思います。うーん、着きましたか。いや、着きましたよ。並んでる、並んでますよ。だから分かりやすくいいね。店の場所がすっごい分かりやすい。誰かが並んでるから。まだまだ並んでますね。一番長いよ、ここは。何分待ってる。今、半に来てたなら55分待ちだよ。もう1時間ぐらい待ってるね。嘘で、ちなみに今、もう入り口のところに玉切れっていう風に、今日の分は売り切れです。よかったね、食べれて。今並んでる人は食べれるけど。そう、こっからは食べれません。まあ、入れましたね。死んでますよ。1時間以上待ちだったね。期待がどんどん高まってますよ。うん、まあ、
これも入れよう。うん、うん、おいしい。なんかすごい優しい甘さがあって、で食感もいい、うん、おいしい。ぶっかけはこれ全部かけもすごいね。かけてかけてかけて食べる。そうだね、全部かけるか。タカのやつめちゃめちゃ美味しそうよ。すごいよ、このぶっかけ、うん、もちもちのコシだね、うん、一番麺がしっかりしてるかも。今日行った中で交換、え、交換、席変わる、席交換、これの方が美味しい。これ満点、ね、めっちゃ美味しいね。天かすを入れたらまた美味しくなるね、うん、うん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 、天かす入れると食感がまた変わって美味しい。食感って大事なんだ、ね、めっちゃ美味しい。はい、左です。左方向です。ありがとうございます。 Google はレナより役に立ちます。ありがとうございます。どうでしたか、石川うどんさん。いや、一番美味しかったよ。いや、俺もね、めっちゃ一番美味しかったと思う。一番美味しかった。何点ですか。いや、それは10点だよ。あの、ざるうどんじゃなくて、その、うん、ぶっかけ、ぶっかけうどんが美味しかった。いや、美味しかったね。俺も10点でございます。とうとう出ました、10点。いや、美味しかった。本当にコシがあってもちもちで美味しかった。てなわけで、続いてバクカさん行きたいと思います。え、社長お腹いっぱいですか。いや、もうめちゃめちゃお腹いっぱいですよ。いつも大食いの社長がお腹いっぱいでございますか。もううどん見たくないよ、わかる。俺もうちょっと食べたいから。うどん、しかも最後のバクカさんはね、カレーうどんがあるらしい。おお、もっと悪いんじゃない。それが食べたいんで俺。おお、どうぞどうぞ、私はここでゆっくりする。今までさっぱりしてたうどんだったからさ、最後こうガツンと一発お腹いっぱいに。カレーうどんで、もうそれはさっきだったよ、ガツンと一発でお腹いっぱいは。確かに石川うどんさん多かったよね、麺が。そう、半玉がなかったからね。な、ちなみに3時に閉まるんだけど、今ね2時7分、2時半に着く、2時半に着く。だからもしかしたら玉切れで食べれないかもしれない。右方向、玉切れでお願いします。何を願ってますか。玉切れだよ。玉切れ、玉切れ、玉切れですよ。どんまいどんまい。いやいやいや。どんまいどんまい。では聞いてきます。こういうのってね、聞くと意外とあるんだ。みんなね、最初に諦めるからダメでね。玉切れたんですけど、もう何もない感じ。半玉とか一玉分もないんで。カレーうどんが食べたくて来たんです。お時間かかっても大丈夫ですか。あ、全然大丈夫です。あ、大丈夫ですか。ありがとうございます。危な。ありました。嘘。うん。カレーうどん、ちょっとお時間かかるけどいいですかって。本当かな。やっぱりこう聞くとあるんですよ、皆さん。参考になりましたか。行動力が大事ですよ。もうやだよ。出ましょう、行きましょう。もうめっちゃ美味しそう。ペプロン2枚いりますか。あ、ありがとうございます。このうどんは、うん、ね、最高だね。あの、めちゃめちゃお肉が入ってていいね。じゃあクリーミーのうどんにたくさんのお肉のカレーソース。あっつ、うん、ありがとうございます。でもめっちゃカレーだよ。お肉がすごく柔らかくて、うん、熱そうだね。熱い、肉だね。カレーにあのゴロゴロ野菜が入ってるとかじゃなくて、うん、ゴロゴロ肉が入ってる、ゴロゴロ肉が入ってるね。うん、クリーミーだわ、ね、クリーミー、うまい。麺ももちもちしてて美味しい。だってお腹いっぱいじゃなかったっけ、うん、半分ぐらい食べてますよ。味が本当にいいね。うん、
何まだ食べてないよ俺。どこ行ったか食べてないよ。たまらないじゃん。このカレーめっちゃうまいぞ。カレーが美味しい。もうないじゃん。ねえじゃないか。はい、食べました食べました。食べました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 よ。4軒食べましたね。やばいよ。もうさすがにお腹いっぱいだね。私はもうさすがに1個前の時にもうさすがにお腹いっぱいだったよ。でもよかったね、バッカさん。食べれて。あのカレーうどんがめっちゃ美味しかった。うん、ユニークで、ね、うん、食べたことなかった。多分今まで食べたカレーうどんの中で一番美味しい。うん、ではバッカさん、おうどん何点ですか？冬だったらお腹減ってたらもっと感動してたかもしれないけど。うん、じゃあ9点かな。一緒です。僕も9点。今日1日うどん食べまくりましたが、はい、もういらないね。もう2週間ぐらいうどんがいいと思う。もう1ヶ月ぐらいうどんいらないね。ね。ちなみに一番美味しかったのがどれ？おお、社長から。え、3軒目のかけうどん。石川うどんさんの。俺はちょっと違いますね。私の第一、一軒目です。ああ。かのかさん。まあお腹空いてたのがあるの。それもあるかもしれない。しかも一軒目で香川来て一発目のうどんだったから、より感動したのかもしれないけど。ああ、そうそう。でももう一回食べたいなと思ったのはかのかさんかな、うん、ちょっとフィッシーだった。魚の出汁の香りがすごい効いててつゆがめっちゃ美味しかった。ああ、ちょっとフィッシーだった。レナからするとな、魚臭いって思うかもしれないけど日本人からするとマジで出汁効いててめっちゃ美味しい。うん、まあうどんの動画でしたけどここで終わりにします。もう一発は入らないよ。もう一発デザートうどんみたいなのがあればいいんだけどね。デザートうどん、それはホイップクリーム持ってくる。ああ、やだやだやだ、もういいや。そういうのがあれば食べますよ。これを食べ始める前にこの動画を終わりにしますよ、はい、楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。およそ5分バイバーイ。